ちなみになんですけれども、裏面はこのようになっております、下記観光名所エントリーの中からあなたの一番好きな場所を選んで投票してください。あなたの一票で太田の観光名所ナンバーワンが決まるということですね、群馬県太田市であればですね、近隣の方あるいは太田市にお住まいの方でしたらお聞き したことある名前がたくさん出ております。また逆にこれによりですね、気づくなんていうこともあるかもしれません。生品神社、そうですね、スネークセンター、群馬子どもの国と大公、ドンリュー様ですね、大公院様、すごいいろいろと、北部運動公園、芝桜ですね、その他26の観光スポットが、固定ということで載ってます。